皆様こんにちは。今日はね、吉野の森公園にね、カタクリの状況を見に来ました。咲いてるかどうかちょっと分かりませんけどね、でも他のとこ咲いてますからね、可能性はあるんじゃないかと思います。まあ吉野の森公園の注意事項ね。はい、ではちょっと行ってみましょうね。まあ笹よりでよくね凝らしてもらいましたけどね、片栗粉咲いてる可能性あります。それとこう掘れる池がね、ここね、奥の方行ってありますよね。はい、じゃあちょっと行ってみましょう。向こうに見えるのがあれが受付ですね。はい、事務所です。ここ片栗があるとこですね。種をまいてるしな。レッドデータね。ここ柵してあるから、この中に入ったらちょっと具合悪いですからね、近くで見させてもらいましょう。咲いてましたね、見事にね。はい、可愛らしいですね。今日は曇ってるんですけどね、ちょっとそこらにかなり、ああ、やっぱりそこらも群生みたいに、まあ、種まかれてるらしいからね。こういう感じですね。ちょっと揺れてますよね、花がね。見えますか。ね。そうやね。そこそこ咲いとるな。拡大しようかな。それとかね、それも綺麗ですよ。ね。よいしょ。葉っぱは割と出てるからね、まだ咲くでしょうね、これね。はい、ちょっと別のところもちょっともう見ておきます。ここが受付ですけどね、事務所ね。こっち側にこう来ますとね、あそこにも片栗が確かある。あ、札が立ってますね。ちょっとこの階段の方のね、危ないんでね、一旦切ります。あそこちょっと片栗って書いてありますからね。はい。このような札がね、上がってます。でこの柵がしてあるんで、この中に入ってはダメですね。はい。その辺にも葉っぱが出てきとるんだけどな、これな。ただ、ようけ咲いてきてるじゃないですか、ここらもね。見えますかね。ね。あと、まあ、ざーっと見て、結構咲いてきてますわ。私だけど、時期としては早いのでね、まだまだこれから咲きますね。木の根元とかね。こういう感じでね。まあ、ずーっと見渡しても、ポチョポチョ咲いてる。その辺なんかつぼみがね、かわいいよね、そこね。つぼみが固まって。ね、ちょっとなんか、細いとんがった感じ、くちばしみたいね、鳥の。かわいらしいね。はい、結構こう割とまあまあの敷地面積で植えられてますんでね、またこれ、もっと咲いたらさぞかし美しいと思います。ちょっとこの近場には咲いてないのでね、ちょっと見れないです。しかしこれは片栗の葉じゃないのか、これはよくわからないけどね。はい、まあそんな感じですね。いろんな花が咲くんやね、これね。こういう感じで、まあ花の勉強にはなるわな、これな。ね、まあ、興味のある人はね、止めてみてくださいね、これね。はい、
ちょっとね、どこにあるのか、まあ、興味のある人は受付で聞いてください。まあ、私もある2箇所見たら大体満足ですんでね。はい。で、まあ、もうすぐ、6月か、なんか、それぐらいのところへん、笹よりがよく出ますんでね。笹よりも楽しみにしてます。はい、という感じでしたね。本日もね、最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではね、また次の動画でお会いしましょう。